難しい。こんばんは。こんばんは。私は髪を切りました。まだ夜の9時半です。今は。なんかうつりたくないです。こんばんは。こんばんは。来ました。今日美容院に来ました。髪の毛を、またカットしてもらって3センチくらい短くしました。で、前髪もパーマしてもらいました。微妙ですかね。 なんか短くていいって思いましたな。こんにちは。こんにちは。皆さんお元気ですか？週末はいかがでしたか？ありがとうございます。切ってもらってる時はあんまり鏡を見ずに切ってもらいましたが、家に帰って鏡で自分の姿を確認したら、まあこれはキノコだなって思いましたね。で、今日は実は朝早く起きて勉強したんですけど、もう朝の10時に美容院に出かけました。で、髪を切ってもらった感じなんですけど、あとトリートメントも してもらいました。結構高かったんです。私は金が足りなくて、おばさんの金を借りました。漢方医になぜなろうと思ったのですか？なぜなんでしょう。本当に何を仕事として何をやればいいか全然決まらなくて、で、まず言語を使って仕事をしようとしても、そんなにマスターしているわけでもないし、どうしようかなって思って、まず漢方医はですね、台湾でもそうだし、世界中のどこでも一応活躍できるわけなんですよ。いろんな形で活躍できるから。西洋の医学よりもなんか漢方医の方が 競争が激しくないなと思ってそれにしました。似合っております。ありがとうございます。本当ですか？本当ですかね？もう短すぎませんかね？でも短いのがいいね。私はもうロングには戻れないんです。一回ショートにしたらもうロングには戻れない感じです。台湾は暑すぎて、あとなんか湿度が高いんですよね。だからなんかロングだったらもう毎日髪の毛を結ばないといけないので、私はそれがめんどくさいから、もうなんせめんどくさいなら私はショートがいいかなって思いました。はい。 サムネに自分の写真、自分の顔写真載せれなかったんです。 ありがとうございます。私はここに来てなんか根底してもらう ためになんかライブしております。で、昨日はライブできなかったんですよね。そう、昨日は前回のライブでお話ししたなんか台湾の一番高い山の登山口まで行きました。で、その登山口は2800メートルくらいの
高さでした。だから私は普段から、そう、玉山の登山口です。で、私普段から運動不足が本当にひどいので、なんか肌白いのもそれですよね。あんまり外には出ていないので、日光にあんまり浴びておりません。で、そのせいで昨日はちょっと突っ走りすぎたかな。みんな速いので、私の家族はみんな足が速いから、私はそれについて行くのに精一杯で、結構自分の限界を少し超えたかな。で、それが私下山した後体の調子が悪かったの。悪くなった。で、普通に食欲は食欲は大丈夫でしたが、なんか呼吸に使う筋肉が筋肉痛に なりましたね。なんか呼吸しすぎて、そう、高い山はあんまり空気があんまりにも薄すぎて、だからいっぱい呼吸しすぎて筋肉痛になりました。そのなんか背中の筋肉もそうだし、胸の筋肉も、なんかここの筋肉も首の筋肉も筋肉痛になって、すごくすごく痛かったの。だから一回鎮痛剤を飲んでぐっすり眠れました。それで今朝もちゃんと体調が回復しました。一日にどれくらい勉強してますか？できれば一日中のスケジュールを教えてもらいたいです。一応スケジュールは立てているんですけど、一日9時間を勉強するのが希望ですけど、最近はなんかいろいろありすぎて、今日は美容院に行ったりとか、昨日は登山ハイキングとか行ったり、あとなんか毎日スケジュールは決まっていません。毎日ちょっと違う出来事がありすぎて、一日どれぐらい勉強しているかは日によってそれぞれ違います。で、本当に今日は 3,4 時間だけです。もう全然足りていないです。寝癖がなくて髪の毛まっすぐで、今日は美容院に行ったばっかりなので、あとさっきシャンプーもしましたので、結構いい感じになっています。ヒットっていうと運動が時間もかからないし、おすすめですよ。ヒットって何ですか？ヒットHIIT って何ですか？ありがとうございます。キノコですよね私の妹さ、今日も美容院一緒に行ったんだけど、全然ショートには抵抗があったみたいです。ショートには絶対にしたくないって。でも私はショートじゃないとダメです。もうロングは暑すぎて、なんかムシムシしすぎて嫌です。イントネーションが自然すぎる。どうやって身につけたんですか。こうやって喋ることかな。自然と身につけましたね。あといろんな YouTuber を見て真似したりして、話し方を真似したりしてました。今日もまだ、最近もまだそういうことをしています。ラジオを聞いたり、話す内容もそこからピックアップしたりします。実はね、結構前から腰痛に悩まされているっていう話をしたんですけど、このライブ終わったら私は針治療を受けに行くのです。
鍼治療っていうのは、まあ、漢方の一環みたいなので、そのうち私はもし大学院に受かったらそれも勉強しないといけないらしいので。でもちょっと怖いよね、鍼って体に刺さるみたいな痛い感じ、想像するだけでちょっと嫌な予感です。うん、あと、あ、最近運動不足って言ったよね。で、だから今日からご飯が終わった後、晩ご飯終わった後、うん、家の近くの川みたいな、運河の隣の歩道を歩く。毎日それが日課になるかもしれません。だげほーキノコヘアピエンキノコヘア久しぶりですね、キノコヘア。うん、昨日までは前髪が長すぎて結構目に刺さっていて嫌でした。痛かったので、勉強の邪魔にもなって。はいはい、あ、このライブ終わったら鍼治療怖いです。人は例えば20秒全力でジャンプしたり走ったりして、あ、これタバタじゃないですか。私はそれタバタとして認識しているんですけど、20秒運動して20秒力を出して、その後10秒休んでの繰り返しで8回ぐらいやってって毎日やってますよね。腹筋と太ももの筋トレです。ありがとうございますYouTube ですね。私もヨガとか結構最近興味湧いてきています。ヨガで、なんか腰痛もそうだし、なんか背中も全体的に硬すぎてヨガで鍛えた方がね、タバタ式自分もしています。そうですよね、私もストレッチとか毎日はしていないんですけど、タバタ式は毎日ですね。課題なのです。課題頑張ってください。私なんか今夜は課題はやってないです。運動しないと寝れないことある。あー、そうそう、運動した後は眠れやすいですよね。中国語やってるです。そうなんですか。あー、タバタ式と一緒ですね。そうそうそう、それなんですよね。私の顔まん丸ですよね。まん丸です。なんかここに変な、なんかエラ張っているんです。それが割とコンプレックスなんです。でもキノコヘアにしたらそれがもっとなんか目立ちますよね。自分の見た目が気になるけど、家にいるから誰も気にしてないです。あと最近めっちゃなんか食ってるよね。でその分太ってる。だから毎日タバタ式と散歩です。タバタ式と散歩です。どうして LINE ペイカード買ったんですか。買っていませんよ、それは登録です。LINE ペイカードはですね、ATM カードとして使っています。でもまだ一回も使ったことがありません。なんか先週作ったばっかりなので、あと2週間後とか1週間後に新しいクレジットカードが手に入ります。
30秒インターバルで、インターバルで、インターバル10秒で3セットです。どんな構成ですか？私は20秒ですね。30秒きつそう。20秒さえきついの30秒。私のママは30秒やってます。30秒やって10秒休憩気がします。 YouTube 何これ、どうやってやったのこれ。おー、すごいです。で、そのLINE Pay カードのそのクレジットカードはですね、台湾の仕様になっていて、なんかタピオカもあるし、パイナップルケーキのあのウサギの名前わかんないけど、ウサギと、あとその鳥サリーの鳥のカードもあったり、あと台湾の観光地のカードもあって、すごく可愛かったの。今度トレーニング動画出してくだ、それは恥ずかしいかもしれない。私は全然筋肉がなすぎて、恥ずかしいほど筋肉がないので、ママにめっちゃ言われる、筋肉量増量してくださいって。全然もう弱すぎてチキンですよ。でも最近のモテる女の子ってなんかそういうトレーニングしてますよね。私はモテないのはそれかもしれない。運動しないからね。なんかインドア派です。初見です。ありがとうございます。痩せるなら背中の筋肉、背筋を鍛えましょう。あの三角形の筋肉でしょ、あの羽みたいなやつ、あれ鍛えるの結構難しいんじゃないですか。なんかそこを動かすの結構できないって勝手に自分は思っています。なんか私ね、トレーニングしてるときはなんか変な声出すの、なんかうってなんかきつそうな声を出すから、もうジェニー、グワニーにだかま、そう、トレーニングしてるときはあれな声出すから、もう動画にはできないと思う、それがね私の妹は英語でやってほしいって、日本語じゃわからないから英語で喋ろうかな。英語聞きたい人、英語聞きたい人募集中。 Let's talk in English. It's English time. Cause my sister's like, if you don't talk in English, no one's gonna understand what you're talking about. 自分の肩とか、腰痛いので針治療やってみたいです。 So I have lower back pain and back pain. So, I need acupuncture. Acupuncture は針治療です。Acupuncture. Acupuncture, I haven't had any acupuncture. Oh, I had acupuncture once on my foot. And it's hell. It's like 地獄。家族で日本語しゃべれるのはキャシーだけですか？ I'm the only person who speaks Japanese in my family. That is right. こんにちは。逆三角形のクロール、水泳したら簡単に鍛えられます。クロール私はできるかもしれません。 I can swim free I don't know クロール、 そうクロールもできます。クロールできないかもしれない。バタフライみたいなやつ、バタフライはできないね。イングリッシュは完全に喋れない。今からドイツ語勉強してます。します。水泳いいかもですね。スイミングね、We have a sports center near our home, butSince it's summer vacation, no one... Oh, there's a lot of people there. It's so crowded that
I don't want to go there. And it's not free. You need to pay to swim there. And everyone is in the same pool. You can't swim in a straight line. You have to kind of swim over a person and another person. Swim past another person and something like that. And like a lot of children in the same pool and they kind of urinate in the pool. So I don't want to go there. アキュパンクチャーこんな夜遅くまで空いてるんですね。あ、空いてるところもあります。私はそろそろね行かないといけないけど、もうちょい喋りますか。 I feel like my English is getting worse. Haven't been speaking for a while. Swimming is good too. Do your best without overdoing it. Yes, not saying nothing is better than swimming. I love swimming. It's like the most relaxing sport I can think of. Yeah.勉強サボってきた勢いには分かりません。How are you? Do you feel better compared? そうそうそう。あ、I don't know what it's called. I think it's, I don't know the syndrome, but I got like I got chest pain and back pain after coming.Coming down the mountain ってあったのかな。I was in the car and I'm like, I have serious chest pain and I felt like it's my heart. My heart is racing and it's like pumping 140 or something like that. Even though I was just sitting in the car and I have chest pain. I feel like I'm dying. I was dying.I was like, am I having a heart attack or something like that? Should I go to the hospital? And my dad was really freaked out. My mom was like, yeah, you should probably go to the hospital. Let's go to the hospital after dinner. But I could like breathe normally and it wasn't like really hard for me to breathe.And I could eat a lot, so it wasn't like anything else than chest pain and back pain. And I went home and took a rest. And I took analgesic. I think it was acetaminophen or something. And like 5 minutes after I took the medicine,I suddenly don't feel any pain. I didn't feel any pain after that. It was a miracle. Yeah, and my mom said I was probably having a panic attack again. Like last time I was live streaming and I said my heart was pacing like 140, even though I was just standing there and doing nothing. And that was probably a disorder, like,a mental disorder due to stress and unknown reasons. I'm speaking English, but like, yeah. Did anyone understand what I was saying? Okay. Yeah, and I heard that like acupuncture could be one of the remedy for panic disorder.Like panic attacks or panic disorder, anxiety disorder. So I'm gonna go get acupuncture therapy soon, like after this live streaming. Next time you should go to the hospital. Yeah, I was like, should I go to the hospital? Because my heart, my chest was painful and my back was painful and I feel like I was gonna die. But after taking...the medicine, no more pain. And my dad said if it was your heart, which is like, if it was your heart that was paining,
like painful. Taking medicine, taking like analgesic wouldn't heal your pain. Oh my god, my English. Yeah. After taking that medicine, your heart would still be painful because heart pain is usually due to lack of oxygen. Lack of oxygen or like, I don't know, like heart rate. Not your heart not pumping right. If it was your heart, that was, oh my god, what the hell? Can't speak English anymore, yeah. わかりやすいようにゆっくり話してますか？そうそう、ゆっくり話して、そう、パニック障害ですかね、私は。それかなと思います。それを打ち明けるけど、ここでね、わかんない。何が原因なのかわかんなくて、で、そもそも、なんで急にそういうことになったかわからなくて、で、急になんかストレス、なんか潜在意識がそれを意識してるけど、私はわかんないんですよね、何がストレスなのか。その受験のことなのか、他のことなのかわからないのね。でもそれっぽいです。 I'm about to go to bed. If you study hard, please take nutrition and rest. Good night. Good night. はい。 I think I'm gonna go soon. And if anyone know what's going on, like panic disorder or whatever it is, Yeah, it's probably like stress. I think it's stress. Yeah. Cause I was like having some of like insomnia, like 不眠症, and like my gastrics, like 胃腸炎とか。それですよね。なんかいろんな病気、いろんななんか不具合が起きてるんですよね、体に。台湾に帰ってきてからなんか急に食欲が爆上げしたり、なんか太ったりして、そう、なぜかすごい聞き取れるありがとうございます。自分の英語マジで鍛えないとずっとこんな調子かな。自律神経症かもしれない。それかもしれない。なんか変に心拍数が上がったりして、あと過呼吸して、呼吸しすぎて、でなんか手足が麻痺して、深呼吸するのはダメみたいですよね。あれ余計ひどくなります。私のパパ曰く、なんか治療しようかなって。まずはね、調子を見て、まず針治療を受けて、針治療はどうやって治すかわかんないけど、なんかその力があるみたいです。不思議ですよね。自分も日本帰ってきてから食欲止まらない。自分の国、そうですよ、美味しすぎて、でパパ本当に料理がうますぎて、私は毎日結構食べてるんですよね。アメリカだと1日1食で足りてるんですけど、自分で作ってる料理もなんか見た感じ、見たなんか動画上げた通り、なんか微妙な感じだけど、食べないと死ぬから食べてるゴキブリ出て動画が見れないのを抜けますゴキブリ？どこ？ここじゃないですよね。過呼吸はビニール袋。そうそう一回ね、妹がなんかパパに怒られて泣いちゃったんですよね。なんか泣きすぎて過呼吸して
で、なんか手足が麻痺して動けなくなったの。で、ママが「あれ？これ過呼吸じゃない？」でビニール袋をかぶせたんです。そう。それなんか家族の人にも起きてるんですよね。大変です。筋肉に無駄に力が入る感じだったです。はい。それなんか日本語わかんないんですけど、sympathetic nervous system がなんか活性化されすぎて心拍数が上がってとかで、なんか頭がクラクラしたり、なんかもう一瞬なんか 魂が体の中に入っていない感じです。ライブ中なんかすごく不安でしたね、前回のやつ。理由がわからないですよね。急になんか不安な気持ちに襲われるので、その原因がわからない。でもなんかそうですよね、なんでそうなったのかな。でなんか病気なのかわからないし、そうそうそう、それです。 そう、シンパセティックです。寝るときはシンパセティックが働かないので、パラシンパセティックが働くから寝れるんですけど、私はシンパセティックがなんか活発しすぎてなんか不眠症になってるんですよね。だからメラトニン飲んでて一刻も早く寝ようとしているんです。いろいろなんかネガティブなライブ配信です。ごめんなさい、急にこんななんかキノコになりましたっていうライブタイトルでしたけど、なんかこういう話になっちゃってたんです。でもう私はちょっと出かけないと本当になんかお店が閉まっちゃうので、私は出かけます。30分ぐらいですよね。私はここまで、今日はここまで、ライブ配信はここまでです。ではでは、皆さんおやすみなさい。バイバイ。気をつけまーす。